黒黒黒いです。さあ本日もやっていくぞ。繋がっているのかしら。物は試しよ。私たちも飛び込んでみましょう。メタルナイターいるじゃないですか。狙いは光の女神の祭壇か。ヤツは好きにはさせない。では作り付けた戦闘に任せたぞ。
ダンナランワイ。他の魔物より強そうじゃない？厄介な相手のようじゃな。だが何としても倒して先に進まねば。
よし、魔物は全て倒せたみたいだな。先に進もう。
嫌なやつ見えた。なぜ負けたか明日までに確認するから。しつこいのは嫌いです。なおかんでございますわ。
また部屋が止まりました。そろそろ私も限界ですよ。クリフト、ちょっと静かにして。やっぱり魔物の気配がしない。やったね。どうやらここが終点みたいです。みんなお疲れ様。やっと着いたでガス。さあ早速外に出てみるでげすよ。行くぞ。よし、完璧だな。あ、しまれよ。いけない。あの魔物、扉を破壊して無理やり中に入るつもりだわ。多分この向こうが光の祭壇なのよ。光の祭壇、そこへ行けばあいつを救う方法がわかるかもしれない。そこをどけ。これ以上お前の好きにはさせない。あいつを助ける方法を知るためにな。
みせる。見せてやるぜ。シゴスパーク。ああ、それはやめて。楽しめる相手はいないのか。綺麗なところね。あれが光の祭壇かしら。けど肝心の女神様はいないみたいでゲスよ。ねえ、あれ見て。光の子よ、そして英雄たちよ。
よくぞこの祭壇の間をあの獣から守ってくれました。礼を言います。光の女神なのか。光の女神よ、俺は闇に染められた幼馴染を救いたい。その方法を教えてくださいませんか。闇に染まりし光の子を元に戻す方法はあります。そして共に染まりし世界樹も。あいつも世界樹もまだ助けられるんですね。ですが今のあなたには無理でしょう。もっと強い光の力が必要なのです。光の子よ、この地より北東の海の底に神殿があります。そこへ行き試練を受けなさい。あなたの意志が本物ならば必ずや試練に打ち勝ち、真の一族の力を得られるでしょう。真の一族の力、あらゆるものを明るく照らし深き闇を消し去ることのできる力、真なる光の力です。よし、ならば早速向かうとしよう。いざ海の底の神殿へ。待ってください、確認しておかなきゃならないことがあります。女神よ、闇の一族のヘルムードという男がこう言っていました。光の者が闇竜を封印したせいで世界は本来の姿を失っていると。だから世界中を闇に染めて闇竜を復活させるのだと。今の世界が本来あるべき姿でないというのは本当なのでしょうか。遥か昔、私と闇竜シャムダは光と闇の契約のもと世界の調和を守っていました。しかし世界に人や魔物が増え発展していくほど闇の力が光の力を凌駕するようになったのです。力を増したシャムダはさらなる闇を生み出し、やがて闇で世界を支配しようと企むようになっていきました。私はシャムダの企みを阻止するために光の者たちと共に戦い、辛くもシャムダを封じることに成功しました。そして二度と闇の力が増幅することのないように、二度とシャムダが目覚めることのないように、闇を糧として吸収し光を放つ世界樹を作り出したのです。これが光と闇の歴史、世界樹の物語です。じゃあヘルムードの目論み通り闇竜が復活してしまったら世界は闇に支配されてしまうということですか。そう、シャムダの封印は決して解いてはならぬものです。光の子よ、世界の命運は今あなたに託されています。世界中を闇から救い、闇竜シャムダの復活を何としても止めるのです。私はシャムダとの戦いで実体を失ってしまいました。故にあなたと共に戦い導くことはできません。ですが私の力を封じた光の腕輪がきっと役に立ちましょう。光の腕輪ってエルフの村長さんが言ってたあの？ホミロンの冠にそっくりなお宝のことでガスよ。どこにあるでげすか。光の腕輪は光
光の腕輪も今は海底神殿にあるようです。それはよかった。一族の力も光の腕輪も同じ場所で得られるということですね。そうと分かれば早速出発しましょう。あんまりゆっくりしてられる状況じゃないみたいだし。ええ、そうね。こうしている間にも世界樹は弱っている。闇竜の封印も弱まっているのよ。光の女神をありがとうございます。約束します。試練に打ち勝って必ず世界を守ると。信じましょう、光の子よ。さあお行きなさい。私はいつでもあなたを見守っています。まずい。このままでは光の塔が。考えろ、完璧な作戦を。残念だけどもう手遅れよ。今すぐ離脱するわ。よし。わかりました。よし。